こんにちは、トコチャンネルです。大変お待たせいたしました。平袋交換会ハロウィンの、紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはちょっと、ね、ハリハリしてからかな、ちょっと待って、作業しがてらね、行くわね。まず1番よいしょ、パンクかわいい、私もこれしてみよう。このね、スケスケ裏はこんな感じですね。表にハロウィン、あーかわいいな、はい、ということで裏にね、何名前書いてもらってあるんですけど、一応ね、私の方でも名前貼りますので、貼りますので、あ、めくれた、あれめくれてなかった、いい、めくれろ、ちょっともたつきますけど許してくださいね。めくれてくれ、マジでめくれへんと思う、めくれたと思う、よし、よいしょ、ゴミこうやった貼らせていただきます。続きまして、2番ふめえさん、私手紙入れるのはすごくな、書かなかな、かわいい、ボーダーコリーのスッキー、スッキー言うだよ、そうそう、これね、私もね、あのおまけでもらったんよ、この誰だったか忘れろ、使いやんもん、ボーダーコリースッキーやで、いや、かわいい、これスタンプしたのかな、これすごい参加された人様にちゃんとね書かれてます。こっちが表で、ね、こっちに貼りましょうかね、さっきをことを踏まえて、え、一発です、名前に書いてもらってあっても勝手に貼ります。よいしょ、ちょっとちゃんと待って、次、次は3番目アジポン様、2袋に分かれてた、こちらはどういう感じなんだろう、コラージュ、袋っぽくはない、一応こっちにつけますね、書いてもらってあるんだけど大丈夫なんで、すごいこれかわいい、この子かわいいな、私この子好き、皆さんこういう絵をどこで探すんでしょう、あ、こういうのしてみたい、わかる、なんかこうハトメしてピッてつけるみたいな、こういうセンスが私にはわからないのね、クモモルで、こちら側は、おお、ちょっと怖い、オードリーっぽい顔の怖いお姉さん、見えるかな、私自分で見て喜んでるけど、こっちやね、あるとしたらね、つなぎ目だった、貼らせていただきます。ということで、次に戻したあとね、違う、もう一個あったわ、ごめん、もう一個あったもう一個ありました、アジポンさん、はい、こっちの可愛い感じの、もうハロウィンって感じね、素敵、すごい、こんなに素材がよくあったねって感じで、素晴らしい、よいしょ、3ついっぺんに入れるの難しいな、よいしょ、あー、なるほどね、よいしょ、次4番目
番号飛ぶ時もあります。今続いてますけど、みっちょみっちょさん、なんで私検診用のまで出した。こっちですね、みっちょみっちょさんもです。よいしょ、ね、じゃあおお、なんかちょっとこの怖そうな顔は素敵。蝶々さん好き、このキラッキラの、いかにも私が好きそうな。ね、一つだけど、あ、待ちか、二つ入ってるって言われた。違う違う。あ、でも なんか入ってるぞ、これ。違うサイズのが。かわいい。皆さん、コラージュが素敵で。はい。それでは、もうみんな、いや、みんなちゃんと名前書いてくれてるな。ありがとう。あの、別に、別に、ね、書いてなくても、ちゃんとつけますんで。適当に切ったやつね。適当に切ったやつが。次、5番目が、新味涼子さん。皆さん、入れるのにね、すごい苦労されてる。どこ行ってしまった。間違いに全部入れましたね。お手紙もついてます。ご縁に感謝。3ついっぱい。もうお手紙はちょっと隠しとこうか。あの、読んでないよ、私もちろん。いや、もう、このね、ハロウィンのマスで素敵。このハロウィン用のやつね。あ、私もこれ使った。このペーパーちなみに私持ってます。どこで買ったか覚えたけど、開けたらペッて見れるけど、触った感じでペッツやね、入っとんの。このペーパーめっちゃ可愛いな。そしてダダーン、コラージュですね。素敵です。あ、皆さん名前が書かれてる。すごい。ここトレペになってるのね。ほほー。ということで、これはここに、どこでいいかな、貼っときましょうか。あれ、私切ってない。あ、切ってないわ。切ったつもりで切ってませんでした。よいしょ。喉がヒュー言うてる。またこの聞こえそうで聞こえない音を先生に聞かれてしまってね、僕には聞こえるって言われてしまったで。よいしょ。では次とね、次って言いながら間違えた。たしまわったね。次6番目、じゃん。Cさん、アルファベットで書く Cさん、 CHII さんなんですね。かわいいラッピング。あ、すごい。これはアリスだよね、ペーパーね。わあ、こんなペーパーにアリスが。一応ね、最近あんま言わんくなったけど、一応アリスの話は知らんけど、アリスは好きですね。かわいい、この子ね。あ、なんかちっちゃいのも入ってますね。いいなぁ、いいなぁって。そうね、あ、これめっちゃかわいいな。キラキラのタグ、こういうのを見てる。こちらに貼るね。こういうのみんなのが欲しくなる。本当に遅くなって申し訳ない。もう本当ね、あの、12月からって言いながら、12月マジでもうダメで、でもなんとなく、ちょっと年越しダウンした、ダウンじゃない、年越しカウントダウンした時に、3時間半っていうか、3時間で、年越しのカウントダウンの時に、もう限界と思いながら、あの、それでもね、年越してすぐ、早終わりってのをちょっと思って、30分間で頑張ったけど、もうあかんと思って。ちょっとまだ12月が新年は無理やったけど、そこにね、あの、次7番、
ハリユさん、そこにね、まさみちゃんパワーっていうのが入って、もう声が出なくなってて、まあ、動画見てもらった人一人であの声で、今もね、あの普通の声出るんやけど、たまにガラっていう声が出る、ガーって声が出て、もう痛くもないけど、あらまあ素敵、旅に、ハロウィンで旅立つ人、人っていう。このかぼちゃめっちゃかわいい。一緒一緒、あ、これで一つね、なんや。かわいい、なんかはみ出しとるよ。なんか中にいっぱい入ってますね、袋が。みんなそうなるよね。袋作るのが楽しくてさ、ついついいろいろ作っちまって、その袋が厚みに変わって、キャーみたいなね。7番が有吉さんおしまいで、でね、10番までいけたら10番まで紹介、あれ入ってからいいんやしたいと思ってますでしょ。8番あかねさん、よいしょよいしょ、8番あかねさん、うわくまちゃんいっぱい、あ、誰だっけ、王さん、名前が出てこないじゃなくて、帽子がさ、別付けかなと思ってさ、触ってみたんやけど、あ、そんなことないと思って、かわいい、かわいい、なんでこんなかわいい子おったん、どこにおったん、いや、どこにおったんって、めっちゃかわいいんやけど、おい、裏はこんな感じでございます、あー、ここにも、これは止めてるね、見えた、みんな、見えた。ひかびが光ったら、光っとったらごめんね。実際に受け取って感動してください。あ、誰かの手紙を入れるの忘れとった、誰やったっけ、しみさん、やべやべやべ、手紙しまうのどじこいてます、よいしょ、あかねさん、8番ね、8番のあかねさん、9番のシレンさんはちょっとサイズ間違えてね、レタパライトで送ってくださいました。すごい素敵やで、このままでいいよって言った、あの宛名のとこだけ書き直すわって言ってね、相手の方行くようにね、でこんな感じで、あのちゃんと書いてもらったらね、これ見たんよ、インスタかなんかで、素敵やと。こんなもあった、こんなレースも、なんかもうこれ用に作ったみたいなレースやん、ボンボルボンもついとって、クリップがあって、チャームもつけてある、チャームじゃない、帯じゃない、リボンのこれで、オレンジのこんなペーパーも素敵やね。9番シレーブさんね、よいしょ、足元のゴミが全部出てる、全部出てる、よいしょ、よいしょ、シレーブさん、よいしょ、よいしょ、ちょっとね、ちょっとサイズが大きな、一人だけ、よいしょ、次で10番まで行ったら一旦止めますね。10番が、よいしょ、赤毛のあんこさん、こんな感じかな、すごい引き揃えとの使い方が素敵、いわゆるラッピングしてくれたのね、うん、かわいい、なんかいっぱい入っとんの、ここにね、なんか、いや、もうめっちゃうまくリボンにしてある。これなんやろ、チャーム。チートにはね、きっとね。あとはね、秘密みたい。なんか、あんやけど、見えないんで、秘密で。皆さんには秘密です。みんなちゃんと名前書いてくれてる人多いな。
私は自分でこうつけるんで。よいしょ。はい、10番まで来たので、ここで一旦切らせていただきます。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。